キャリブリーサラセネスは、長江アマツバメモクハチドリカアオミミハチドリ族に分類される鳥類。ニカラグア、メキシコ、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ボリビア、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、パナマ、ペルー、ベネズエラ、アルゼンチンの標高1200から3000メートルの地域に分布している。体長は10.5から11.5センチメートルである。羽毛は、 全体的に青緑である。オハの形は、可動で、青みがかった黒色の帯が入っている。バードリフインターナショナルでは2016年の時点で、本種にシーサイアノタスを含め、中央アメリカから南アメリカまでの広域に分布する種としている。一方で2019年の時点で、クレメンツチェックリスト2020年の時点で IOC ワールドバードリストでは、 本種からシーサイアノタスを分割し、メキシコからニカラグア中北部にかけてのみ分布するという、説を採用している以下の分類、分布は IOC ワールドバードリストに従う。主に亜熱帯の森林に生息している。低木地、牧草地や農耕地にも生息している。主に花の蜜を接触し、昆虫はほとんど接触しない。繁殖期はメキシコで7月から11月。 エルサルバドルでは9月から1月、コスタリカでは10月から3月、コロンビアでは3月から8月である。苔や葉、蜘蛛の網、枝で巣を作り白い卵をここほど産む。深までは15から16日かかる。1987年に八鳥リカ単位でワシントン条約付属書通に掲載されている。ありがとうございます。